アメリカ統合参謀本部議長は、アメリカ統合参謀本部の長。アメリカ軍を統率する軍人のトップであり、大統領及び国防長官の主たる軍事顧問である。統合参謀本部議長は、大統領及び国防長官の主たる軍事顧問であり、国家安全保障会議や国土安全保障会議にも、軍事的助言を行う。助言に際しては、 統合参謀本部の他のメンバーより大きな権限を有している。なお、各軍種のトップと同様に作戦指揮権は有しておらず、作戦命令は軍の最高司令官たる大統領から国防長官を経て各東合軍の司令官を通じて直接発動される。ただし、その制限のもと命令の伝達自体は議長を通じて行われ、各司令官が 任務遂行するにあたっての大統領及び国防長官の補佐を行う。また、戦略計画の策定や予算、機材の取得に関する助言、国防における脅威度評価、軍主間統合の推進も議長の責任範囲となっている。議長は大統領が指名し、上院の助言と承認により就任する。任期は、期数年の十月一日よりの二年であり、 副議長であった場合の任期と合わせ3期6年まで在職でき、特に大統領の指名があった場合は8年まで在職できる。ただし、戦時にはこの制限は撤廃される。1985年代以降は2期4年務めるケースが多い。階級は大将に補いされ、アメリカ軍における最高位とされる。統合参謀本部は1947年に、 国家安全保障法の成立によって法的な裏付けを得たが議長職は1949年に設置されている。1986年のゴールドウォーター・ニコルズ国防総省再編法によれば議長の就任資格があるのは現議長の再任を除くと他の統合参謀本部メンバー及び地域別、機能別統合軍や特定軍司令官とされる。ただし、 大統領が国益に考慮して必要と判断した場合には特例としてこれ以外のポストから議長を選ぶこともできる。なお副議長とは別軍手であることが原則とされる。また本来であれば JCS メンバーでもある海兵隊総司令官など海兵隊出身者が議長に選ばれる可能性もあるが初代議長のオマー・ブラッドレイ陸軍大将以来長年にわたって陸軍 海軍、空軍の三軍出身者のみが選ばれるという状態が続いていた。2006年にピーター・ペース海兵隊大将が海兵隊出身者では初めて議長に選ばれたことでこの監修は打破された。2015年にはジョセフ・ダン・フォードが海兵隊総司令官経験者として初めて議長になっている。在任中に元帥となった初代のオマー・ブラッドレイを除き、 階級は対象であるが、軍の統合式向上のため、1990年代には、減衰色とすることが検討されていた。ゴールドウォーターニコルズ国防総省再編法の施行以前は、統合参謀本部議長は、統合参謀本部の意見のまとめ役に過ぎなかった。大統領及び国防長官に提出する軍事的上限は、各軍参謀長たちの合意に基づくものでなければ、 ならず、実質的権限はあまりなかった。しかし、同法では議長を主たる軍事顧問と認めており、従って議長は参謀長たちの合意にかかわらず、大統領、国防長官に直接自分自身の意見を助言することができるようになった。統合参謀本部は、実動部隊の指揮権限は持っておらず、指令は国防長官から各統合軍司令官に下される。 同法の施行後に、初めて統合参謀本部議長に就任したのが、コリンエル・パウエルである。ありがとうございます。